こんにちは、コウスケです。僕はフリーランスになって1年経ったんですけど、今日はフリーランス1年目の年収公開をします。で、年収公開と確定申告とかを踏まえた手残りの金額、いわゆるサラリーマンでいうところの手取りの収入と、あとそれを踏まえて1年間過ごしてみて、その生活費など差し引いた貯金額の変動っていうのも公開したいと思います。かなりリアルな数字になっていると思うので、独立したい方とかフリーランスに興味がある方にとっては参考になる動画だと思うので、必ず最後まで見ていってください。またこのチャンネルでは地方で個人で働きたい人を地方で個人で働ける人にするという思いのもと、収入とか仕事について発信しています。まだチャンネル登録はしなくて大丈夫です。この動画を最後まで見てみて、少しでも参考になったなと思ってもらえたら、ぜひチャンネル登録と高評価してもらえたら嬉しいです。それではいきます。先に年収を伝えますと、年収というか厳密には売上高なんですけど、僕が去年1年間で稼いだのは2374,917円でした。はい、僕過去1年間ね、月収公開しているので、それ足してもらえば分かるんですけど、この金額聞いてどう感じますかね。なんか安いなとか低いなって思う人多いと思うんですけど、個人的には1年間で230万稼いだってすごいなって、すごい楽観的に捉えてます。で、ここから手取りの計算なんですけど、正直ここについては僕は専門家ではないので、ちょっと間違ってる知識とかあるかもしれないので、あくまで参考として見てもらえたら嬉しいです。ただフリーランスの収入の計算とか、あと正社員がなんで不遇と言われてるのかとかは、なんとなくイメージしてもらえると思うので、ぜひ見ていってください。改めて手取り金額の計算なんですけど、一概には言えないんですけど、フリーランスの手取りは売上引く経費で、その売上から経費を引いた金額に所得税がかかって、手残りが手取りの金額になるって感じですね。本当はもっと複雑なんですけど、今回は一旦この計算式でやっていきます。まず僕の経費は1,326,990円でした。で、この経費って何っていう方もいると思うので、簡単に説明しておくと、経費っていうのは事業を行うために使用した費用という意味らしいんですけど、これはとてもシンプルで、仕事をする上で使ったお金のことです。例えば仕事仲間といったご飯代とか、仕事で使った宿泊費とか交通費とか、あとは仕事で使ったスマホとかの Wi-Fi とかの通信費とか、などなどですね。で、これここでは深く説明したいんですけど、察してくださいね。サラリーマンが損して個人事業主が得するって言われるのは、この経費はすごくすごく大きいです。あまり強く言うとあれなんですけど、会食代、旅行代、交通費代、スマホ代、この辺は経費として算出することができます。これ以上の深掘りはね、やめておきます。させる人だけさせてください。改めて売上が2,374,917円で、経費が1,326,990円なので、これを引き算して出てきたのが1,472,997円です。で、この1,427,997円に所得税がかかるんですけど、青色申告っていう形式で確定申告をすると、最大で65万円控除できます。なので1,427,997円引く65万円、なので3,972,997円で、ここに所得税がかかるんですけど、所得税を計算する際に基礎控除っていうのがあって、これはいろんな計算方法あるんですけど、僕は問答無用で最大48万円の控除がかかります。なので397,297円マイナス最大48万円の控除、なので0円になります。なので僕の所得税は0円です。税金払ってないのって思われる方もいると思うんですけど、これ個人事業主からすると全然割と普通なことなんですよね。多分これを見ているのが個人事業主の人だったら、コウスケさんも0円だったんだぐらいで終わると思います。なので、まとめると、手取りの金額に関しては途中の計算式で出てきた1,427,927円になります。はい、ここでね、せっかくこの動画を見てくれてるサラリーマンの方もいると思うので、ちょっとだけこうさせられるようなヒントを出すと、給与明細の所得税ってのは絶対毎月見た方がいいです。で、できれば社会保険料も見た方がいいです。で、もっと言うなら、厚生年金とか、その詳細な金額も見た方がいいです。で、その払った金額に対して、将来自分にいくら返ってくるのかっていうのを計算した方がいいです。いろんなことが見えてきます。で、そういうのを踏まえて、僕は個人で稼ぐ力を身につけた方がいいと、この YouTube ではずっと言ってます。個人で稼げれば豊かになるとか、個人で稼げれば自由に働けるとか、そういう話じゃなくて、もうこの日本で生まれた以上、今後は個人で稼がないといけないんですよ。これね、僕の YouTube の裏メッセージみたいなとこなのでね、今ちょっとここまで話しちゃってるんですけど、このメッセージにね、一人でも多くの人が気づいてもらえたらなと思ってはいます。はい、最後に貯金額の変動なんですけど、先ほど伝えた1,427,927円で1年間を過ごしてました。厳密にはね、経費マジックで少しこう上下あるんですけど、それを踏まえて貯金額はプラマイゼロぐらいでした。ざっくり100万ぐらい貯金をして会社を辞めたんですけど、僕は。で、去年の12月末で貯金額が同じ100万円ぐらいだったんですよね。なので貯金としては特に増えも減りもしませんでした。じゃあ稼いでないじゃんって言われるかもなんですけど、僕の月収推移とか見てもらえるとわかると思うんですけど、徐々に稼ぐ金額が増えてるんですよね。なので、こう残った数字だけで見たらプラマイゼロでも、稼ぐ力っていうところで見たらめちゃくちゃ1年間で伸びました。ちなみに今年分の月収公開も近々上げる予定なので、気になる方は見逃さないようにチャンネル登録して待ってもらえたらと思います。
改めてフリーランスの年収公開でした。さらっと振り返ると、売上が237万4917円で、手取りが1,047,927円で、貯金がプラマイゼロって感じです。今回の動画少しでも参考になったという方は、高評価とチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。その他、実は僕のチャンネルって視聴者維持率がすごく低くて、実は 30% 全体の 30% ぐらいしか最後まで見てくれてないんですよね。で、逆にその最後まで見てくださった方になんかこうお届けできないかなと思っていろいろ考えたんですけど、そのお渡しするものが思いついたので、今回ここで共有させていただきます。僕実はあんまり公にしたいんですけど、毎月5人限定で個人で5万円稼ぐまでをサポートする5万円マップっていうサービスを展開しています。で、そのサービスの内容は12本の動画講座と3回の面談で構成されてるんですけど、そしてこの動画をここまで見てくださった限定でその1本目の動画講座をお渡しします。で、その動画講座の内容なんですけど、僕が独立1年で月収3万円から月収50万円まで達成できた思考法についての、動画講座になってます。もし興味がある方は僕の公式 LINE でその講座をお届けしているので、概要欄のリンクから気軽に登録してください。あと LINE ではその他個別の質問とかも対応しているので、なんか YouTube 見て気になったこととかあったら全然気軽にご連絡いただけたら、答えられる範囲で答えていこうと思ってますので、登録してもらえたらと思います。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。